私の方でテーマを3つ整理させていただきまして、1つ目が女性目線を生かしたこだわりの商品作りというので、図紙それから五星紙の事例をもう少し詳しく伺ってみたいと思っています。それから2つ目のテーマ設定として、人口減少ですとかその林業などのいわゆる地域課題でなかなかちょっと手が出せないようなものも多いかと思うんですけれども、まあ、そういう困難事例をどのように克服して対応されてきたのかというのを、釜石それから中津川北の事例から少しもう少し詳しくお話を聞きたいと思います。それから、3つ目に、海外展開とか、外国人観光客の、獲得、もうこれはどこの自治体さんとかいろんな地域でもやってみたいけれどもどうやってやったらいいんだろうとかなかなか難しいところもあると思うんですけれども、静岡とそれから有田の皆様のお話から、少し掘り下げていきたいというふうに思ってます。で、早速なんですけれども、最初の、一つ目の女性目線を生かした商品作りというので、まあ、安心安全ですとかそれから品質の良さみたいなものを追求するその商品開発の支援の工夫とか行った助言ですとか客層もやっぱり女性の方が多いかなというふうに思うのでそういったところはいかがでしたでしょうか。まず逗子市の商工会の三井様の方からよろしくお願いします。私の場合は事業者さんの熱い思いがあった商品開発だったので確かでは何も申し上げることはなく今までずっと、新しくこの刺激のを使った帽子を作りたいっていう熱い思いでいろんな工場を見に行かれたり材料を材質を探しに行かれたりしている中でやっぱり持続化補助金があったからこそ今回この帽子の開発ができたかと思うんですが、まあ、その時に女性の高野さん社長さんご自身の視点から女性に笑顔になってもらいたいおしゃれを楽しんでほしいきれいになってほしい楽しんでほしい生き生きとした女性になってほしいって熱い思いで作られた帽子なので特に私の支援はすることはなかったんですが本当とにかく熱い思いでできた帽子だと思って私はその事業者さん社長さんの熱い思いと一緒に支援をしてきました。何か事業者さんの方で補足したいこととかありますか。こういった、先ほども発表の中で申し上げましたけれどもやはりこの小規模事業家のこの補助金を、申請するところからこの帽子作りが始まりなかなか躊躇して進めなかったものがこれをきっかけに帽子作りをすることができてまたその結果お客様から新たなご提案であったりとかニーズを聞き出すこともできましたしまたさらに最後に申し上げたように逗子市 その女性起業家の方ものづくりの支援をできるその拠点になりたいといった大きな目標というものもつかむことができましたのでこの帽子をきっかけに第2弾の米びつの新商品であったりとかまたその第3弾第4弾に向けたものとか要は本当に最初のきっかけがこの帽子作りというところであったということが非常に大きな会社としても広がりを見せるものであったと思っています。はい、ありがとうございました。もう事業者の熱い思いにもう引きずられたというようなお話でございました。五星市の方では一方ではもう30年前からもう6次産業をしたりとか、まあ、アレルギー対応ですとか女性の好きないろいろなその農場レストランですとか、まあ、いろんな、まあ、先ほどありました共同申請の動きなどもあるんですけれどもなかなかそういう共同申請をする上でのご苦労ですとか、まあ、そういう意見をまとめる上でのなんか工夫されたこととかあればお話しください。はい、女性目線でっていうテーマをいただいてたんですけども男性の私が評価するものは何なんですけども、今ここで一緒に発表させていただいておりますバークさん、6社の中でも一番活発で、今評価いただきましたように30年前から6次化っていうことで、豚の養豚から農業
で食肉ソーセージ等の加工で今はレストランまで経営されているということですけども、この今バークさんがリーダーとなりまして6社連携の中で女性事業所はケーキ屋さん、醤油屋さん、豆腐屋さん、この3社が女性が主体で経営をなさっている事業所です。でその中でですね、今女性の方々だけでも連携しましょうよということで、バークさんとケーキ屋さんを中心に、実は私ども活動してますところは御所市と五条市の2市にまたがってるんですけども、こちらの方、画像が先動けばよかったんですけども、実はすごく田舎な地形でございます。その田舎の地形で、近隣の方だけでは商売なりはできておりません。観光名所等を来られる方に対して PR することで、通り客またはわざわざ来ていただくお客様がおられると、そのせっかく来ていただいたお客様に楽しんでいた食事したり買い物したりだけじゃなくて楽しんでいただきたいという考えが、このバークさん、伊豆沢さんとケーキ屋さんのクリアンというところが、考えておられます。それはどういうことかと言いますと、今言う田舎の、里山っていうふうに表現してますけども、里山のエリア、割と風光明媚な場所が多くて、散策するにも、気持ちのいい場所です。でそこはバークさんの、敷地を活用して、散策ルートを開発しております。その、開発したところに、この6社連携しております各事業所の食材を、ミックスっていうか、もう一つのピクニックパックということでバークさんが、ソーセージ、醤油を使ったお浸し、豆腐を使ったお惣菜、パンのサンドイッチ等と、一つのパッケージにして、ピクニックしていただこうという試みをなさっております。このことによりましてまたその他の事業所さんも協力体制が増してくる、宣伝する意欲も増してくるという形が取れております。ちなみに散策するのはあれ何て言いましたっけ、忘れた里山ラビリンスというテーマで、そのケーキ屋さんとバークさんとがピクニックする、仕組みを構築されております。これは、女性らしいおもてなしだなというふうに感じております。以上です。どうもありがとうございます。では2つ目のテーマ、地域課題への対応というので、釜石商工会さんの方から、例えば人口減少をどのように受け入れて、その別の道、シェフズランチのお話も先ほどありましたけれども、商圏の拡大への方向づけを舵取りをしたのか、少しお話を聞いてみたいと思います。はい、まず人口減少っていうのは、例えば市場としての人口減少もありますし、あと経営資源としての人口減少ということもあると思います。今回の事例は市場として人口減少ということでの新たなエリア展開ということになります。これなかなか簡単にはできないなということで、小澤社長のその行動力というような社長自ら動いて達成しているという部分があると思います。一方で経営資源としての人口減少というのはすごく課題だなと思ってまして、持続化補助金で様式にをやる中で、個人事業者の方ですごくもう増えているのが、今まで普通に行えてたことが難しくなっているというのが毎回毎回増えてます。じゃあどう解決するかということですが、事業規模を縮小するという考え方もありますし、利益率を高めるとかですね、あと設備投資とかまだまだできることはあるわけですけど、様式にを非常に大事にして、採択よりも様式にという言い方で行ってますので、この中でこう解決に結びつけるようなことができていけばいいなと。あと、これ地域課題ということもありますので、一社でできないことを例えば分業化するとかですね、役割分担をするという、取引連携とかですね、いろいろあると思います。持続化補助金の採択事業者での異業種交流会というのをちょうど始めたところなので、この中で少しでも事業者さん同士がですね、話をしていただいて、解決につながればいいなと思っています。
地域の中で新たな動きが出てきているという、例えば一社でできないことを役割分担されるとか、とてもいい動きだなというふうに今聞いてて思いました。では地域課題の方で、林業今全国的に悩んでらっしゃる自治体さんとか結構多いんじゃないかなというふうに思ってるんですけれども、中津川北商工会さんの方でいろいろエコの視点ですとか、その B2B の販路体開拓で行ってきた助言とかサポートとか、その商品開発までの道のりなどを少し詳しくお願いいたします。中津川市付地町というのは人口減少、後継者不足、従業員の確保というのがかなり深刻な地域です。で、林業という話なんですけども、付地町内の林業者さんの中には高性能な林業重機を導入して、あと、従業員さんをおしゃれなユニフォームで統一したりということで、3K のイメージを少なくするというような取り組みなんかをされていて、若い社員がどんどん増えているようなところもあります。で、この最近2社ほど法人化されたところもありますし、非常に頑張って見えるんですけども、そんな中でその切り出した木を使う木工業者さんはなかなか新しい人が入らないとか、そういった課題があるのが現状です。で、先ほど話しましたように早川さんをはじめとした積極的な経営改善をしているところが、地元の付地町に木工業者の集まりで、付地木工の会という集まりがあるんですけど、そういった集まりの中で早川さんが情報発信、商工会を使ってこんなことができたよとか、そういう発信をしてくれるので、そういったものが地域に広がっていて、まずは木工業者に広がって、それが建築関連業者、林業とか広がっていくっていうので、そういったところから持続化補助金だけじゃないんですけど、そういった補助事業を挑戦したいっていう方がかなり増えている。そういったところで古典が元気になって、それが地域へ波及して雇用も生まれて、人口減少にも将来的にはその歯止めになるんじゃないかなというのがあります。また後継者、早川さんのところも今後継者がいないというのが現状なんですけども、岐阜県には木に関すること、また林業に関することを学ぶ岐阜県森林アカデミーという学校がありまして、その生徒さんが地元の林業の状況、木工業者の状況というのを視察に行きたいというようなことを今中津川市さんが積極的に誘致して、今度今月末にあるんですけども、早川さんのところにも行くんですけども、そういったところで木工業を将来やりたいって人は、ただ仕事がしたいんじゃなくて、自分で職を手に職をつけて将来的には独立したいとか、そういった思いを持った人が入っていただけるのが一番後継者不足にもつながるんじゃないかということで、商工会としてはその間に入って、市の方が説明する前に、こういったことがありますということの紹介を、一番身近にいるのが商工会ということで、会員さんにお伝えするような活動をしています。地域の中でさまざまな波及効果を生むのが早川木工所さんのなんか様々な影響を与えているということがよく分かったかと思います。では早速ですけど、3つ目に、海外展開とか、その外国人観光客の獲得など、なかなか自分たちだけでは気づきにくい視点とか、特に海外の展示とかですと事前の準備、そういったものもあると思うんですけれども、そういう面での支援とか、いろんな面でのサポート、どういうふうにやられてきたのかお聞きしたいと思ってます。で、まず最初に静岡商工会議所さんの方からお願いします。はい、インバウンドですけれども、まず社長とお会いしたときにですね、まず社長様のこう会社の状況というものを、やっぱり知らなきゃいけないということで、スウォット分析を、やったこということがあります。で、今回の補助金申請、3回チャレンジされたんですけれども、その中で 3C 分析、やったと。で、まずスウォット分析をしたときにですね、竹織館さんの強み、それから外部環境として、当時、その一番最初の申請の時ですけれども、インバウンド客が増えてきているという話で、
マクロ的に確かに増えているんだという話ではあったんですけれども、でこれ客観的なデータで見ないと、まあ、やっぱりこうどうかなっていうところがあったもんですから、まあ、二次データですね、まあ、いろんなグラフとちょっと集めまして、まあ、確かに増えていると。で確かに、ね、全国的なマクロ的な視点では増えているんだけれども、やっぱりこのインバウンドとなると地元に、来ていただいていないと、まあ、意味がないということで、まあ、ミクロ的にどうなのかっていうところを、まあ、見たところですね、まあ、ちょうど清水港が国際クルーズ港、まあ、認定されまして、あと、富士山世界遺産の、世界文化遺産のですね、登録を受けて、まあ、美保というところがかなりこう注目をされたということで、まあ、海外のですね、お客さんが、まあ、増えるというそういう要素が見えました、まあ、そこでクロスウォット分析をして、まあ、これはインバウンドのお客さん、いけるんじゃないかということで、まあ、社長様からのですね、インバウンドのお客さんと新しいお客さんとして取っていきたいんだという話があったので、まあ、これやってみようと、社長もやってみたいという話がありまして、まあ、ただインバウンドといってもですね、今までその部分の経験値っていうのはないもんですから、まずは、チャレンジしてみようと。で、まあ、PDCA 回して、まあ、そこは修正かけて、まあ、やっていくと、まあ、そういうことで、まあ、始めたっていうのが、まあ、きっかけですね。で、まあ、やっぱりインバウンド客を取っていくことになりますと、先ほど竹内社長から最後収穫業の生産性がかなり低いんだというそういうお話があったんですけれども、で、まあ、インバウンドのお客さん取っていくことになりますと、まあ、私も外国のお客さんってちょっと対応どうしようかなって思ってしまうんですけれども、まあ、やっぱりその言葉であるとか、まあ、文化であるとか、まあ、こういったところがまあ、障壁になってですね、またその生産性の向上、生産性っていう部分をですね、下げてしまうんじゃないかと、まあ、そういう懸念がありました。で、まあ、ここをまあ結局課題ではあったもんですから、じゃあどうしようかといったときに、まあ、ソフト面でですね、まあ、この課題を解決していこうじゃないかということになりました。で、まあ、どうしたかといいますと、まあ、インバウンドをきっかけにですね、まあ、IT を活用して、まあ、対応してやっていこうと。で、まあ、これは最終的にはですね、まあ、インバウンドのお客さんの対応っていうことでですね、部分最適ではなくてですね、会社全体のですね、最適を図る、まあ、全体最適にはつながっていったということになっております。で、まあ、先ほど竹内社長様からもご説明があった通りの、まあ、インバウンドの事業ではございますけれども、これがどんどん進んでですね、業界、まあホテル業界のですね、まあ、底上げ、それからひいてはですね、リーダー的な存在になっていただきたいなというところです。それからもう一点ですね、ちょっとなかなか先ほどのお時間がないということもありましてですね、まあ、3回目の持続化補助金で、まあ、申請をしたものであるんですけれども、地方の観光客に向けるおけるですね、インバウンド向けの IT 観光ガイドサービス、まあ、こちらを始めておりまして、これかなりこうメディアでも、まあ、地元のメディアにはですね、かなり取り上げられましてですね、今だんだん普及しているという状況なんですけれども、これ何かと言いますと、まあ、声とストーリーの掛け算でですね、まあ、街を劇場化させていくんだということで、まあ、静岡市が、まあ、持つ機会とかですね、それから観光地が抱える課題、観光客が求めるニーズ、まあ、こういったものをですね、すべて満たす、まあ、三方よしのサービスということでですね、まあ、始めているということです。まあ、これをですね、どの内容かと言いますとですね、地元のよく観光施設に行きますと、まあ、音声ガイドが流れると思うんですけれども、まあ、これがよくアニメに出られる方とかのですね、まあ、本当のプロの声優さん出ていただいて、でストーリーもしっかり作ってあって、まあ、対話形式で来てですね、まあ、例えば施設であるとか、そういったものをですね、紹介いただけると、まあ、そういったものになっております。で、まあ、インバウンド客の方にですね、まあ、楽しんでもらって、まあ、満足度の向上を図っていくと。で最終的にはそれをこう各地にですね、広げていって、まあ、また地元に、静岡にまた来ていただいてリピートしていただくと、まあ、そういうことで地域の活性化のところまで見据えたですね、事業もされているというところが、インバウンドに向けて海外展開ということ、外国人目線の取り組みということでございます。
ありがとうございました。それでは最後にですね、有田商工会さんの方から、先ほどの大変魅力的なあのセラミックコーヒー あのフィルターのお話ありましたけれども、そうした技術の海外展開をあのよそでも多分海外で売りたいっていうあの、商工会さんとか事業者さんたくさんいると思うんですけれども、何か参考になりそうなことがありましたらよろしくお願いします。はい、参考になるかどうかというところですけれども、まずその海外展開というところですね、その有田基幹産業が有田焼ということで、やはり国内市場かなりあの減少してきているっていうのを目の前にして、約6年ほど前ですかね、ジャパンブランド事業に取り組み、海外展開へとこう着手してきて今に至るわけなんですが、当初その海外展開着手した際に、やはりあの伝統に支えられている技術というのに海外の方々はかなり驚かれました。上絵、絵付けの技術であったり、形状、焼き物でこんな形状を作るなんて考えられないという、最たるものが先ほど あのスライドの中にも載ってましたが、あのドバイとかであのアジア、中東なんかでこうされる水タバコですかね、シャーシーっていうあのがあるんですが、やっぱああいうのを焼き物で作るなんてちょっと考えられないっていうところから、やはりあの注目を浴びるっていうのがまず一つですよね。でそれを支えているのがやはり伝統産業、技術のところ、技術をどうやって見せるかっていうところで、あの外国の方ってやはりあの見たままにリアクションをされてっていうところで、やはり分かりやすくそれを説明するっていうのがとても必要になってきます。先ほどの持続化補助金 の申請の中にもあったあの久保田美濃製糖所さん、製糖所さんが作られたのフィルターなんですけど、使えばまろやかになる、味が良くなるっていう表現が出てくるんですけど、やっぱりそれだけじゃうまく伝わらない、数値化しないと伝わらないっていうところで、それを数値化してくれる機関へ連携を取って、見える化をして、それをあの提示してあげるということで、やはりあの技術を見える化して提示するっていうのをとても必要なんじゃないかなと感じますね。パネラーの皆様どうもありがとうございました。これまでのちょっとお話を少し簡単にまとめますけれども、補助金を活用して、事業承継とか IT、 それから、海外展開、それから地域連携など多様なあのテーマに基づく事例が、今日あの展開されていたなというふうに思いました。であのどのお話もみんなその新しい分野にこう乗り出しているっていうものをすごく感じまして、あの大変頼もしい事例だなというふうに思いました。でそれを実際に支えたその支援した、経営指導員に求められていることというのも、今日のパネルディスカッションの方からあの皆様のご参考になった面もかなりあるかというふうに思います。それであのやはりあの先ほどのパネルディスカッションの中でも出てきましたけれども、やっぱりあの事業者さん と、経営指導員さんの信頼関係の構築ですとか、コミュニケーションの問題、それからあの情報提供をあの密に行う、これがあの大変重要なポイントだなというふうにふうにあのお話を伺って思いました。で小規模事業者さんの実現したいこと、それから経営指導員さんのサポートがやっぱり合致してこそ、問題発見とか解決とかより良い事業展開につながっていくということがよく分かりました。それからあの地域連携の話もいくつか出てきたんですけれども、多様な主体 の、 そのネットワークとか知恵の活用、それから地域資源の見直しによって、新たな道のりが生まれていくんだなということで、あの私も大変勇気づけられるような、お話が今日聞けたように思います。で、パネルディスカッションではパネラーの皆様のご協力により、支援のあり方についてさまざまな論点を深めることができたように思います。限りのある、時間ですし、この時間だけではあの語り尽くせ点はありますけれども、今後もこのような機会によってさらに議論を深めることができればと記念いたしております。各パネラーの皆様にはお礼を申し上げたいと思います。どうもありがとうございます。